コウクリ戦争は古墳時代初期に朝鮮半島で行われた和とコウクリの間での戦争。日本初期、三国式、高太王碑などに記録されている。和は騎馬兵を持たず、不評のみで戦った。396年、六年、高イ王は兵を率いて、クダラの城を占領した。兵が首都を包囲するに至り、クダラは降伏し、コウクリへの服従を誓った。高ウ王は、 くだら王子と貴族指定を人質となし、また多数の奴隷を連れて首都へ引き返した。三百九十九年、くだらは以前の名役を破り、和と同盟を結んだので、皇太王は平野にへ侵攻した。そこで使者としてやってきた、白木の王の越見を受けた使者は、和軍が国境を越え、白木と戦闘を行っている窮状を訴え、高りに真珠を誓った。 高大王はその忠誠心を善として救援を許した。四百年、高栗王は白木を助けるために5万の兵を送った。白木の首都を包囲していた和軍は、高栗軍がつくと撤退を開始した。高栗軍は、和軍を追って、未満な殻にある十八城を攻めると、城の平民は高栗に降伏し、攻め落とした。和軍は、塩城を囲んだが、平民の大半は、 大和への降伏を拒んだ。和と同盟を結ぶ荒軍は白木城,城を攻め落とした。404年和の軍は突如大砲軍国境を越え侵攻した。航空利王は平壌から兵を率いて進み、打ち破った。ありがとうございます。